キリール・ユーレビッチ・ラブロフはソビート連邦及びロシアの俳優。キリール・ラウロフとも表記される。1925年にレニングラードの貴族階級の家に生まれる。父ユーリ・ラブロフと母オルガ・イワノブ・ナグ・ディムレフコビッチはどちらも俳優。しかし、キリールの祖母がロシア革命後に国外に逃れた反共主義者であったため、スターリン政権下で、 ラブルフケは決して恵まれた状態にあるとは言えなかった。第二次世界大戦が始まると、シベリアのノボシビルスクに疎開させられる。1943年に17歳で赤軍に、志願入隊、アストラハン航空専門学校に送られる。1945年に学校を卒業し、その後1950年まで、千島列島のエトロフ島で空軍の航空機技術者として働く。 その間、軍のアマチュア劇団で役者として舞台に立つようになる。1950年に、キエフで両親と再会し、そこで、プロの俳優としてデビュー、父親が主演する舞台に出演するようになる。彼は、プロの俳優としての訓練を受けていなかったが、生来の才能を発揮。1955年には演出家、ゲオルギー・トフストノーゴフの招きで、レニングラードに戻り、 レニングラードボリショイドラマ劇場のメンバーに加わると、その後2007年に亡くなるまで常勤メンバーとして所属することとなる。1968年には、カラマーゾフの兄弟の撮影中に、イワン・プイリエフ監督が休止したため、主演のミハイル・ウリアーノフと共に監督を引き継いで映画を完成させる。その後、ソ連人民芸術家の称号をはじめ、ソビエト連邦国家賞を受賞するなど、 様々な称号や賞を得ている。また、サンクトペテルブルクの名誉市民でもあった。1989年に BDT の芸術監督に満場一致で選出されると、ロシアのうんだ偉大な演出家、ゲオルギー・トフストノーゴフが確立した芸術的伝統の維持に努める。その後、ソ連崩壊後の新しいロシアで政治、文化の顔として積極的に活動する。 1992年から2006年まで国際演劇労働組合連合の会長を務める。2007年に心臓疾患により死去。父親譲りの熱心なサッカーファンでサンクトペテルブルクのサッカークラブゼニトのサポーター。若い頃にはレニングラードのサッカークラブスパルタクのユースチームメンバーだった。またサンクトペテルブルクボリショイドラマ劇場所属の 俳優らによるサッカーチームのキャプテンを長年にわたって務めていた。サッカー以外にも若い頃からスポーツが得意で、スキーや機械体操、フェンシングを学んでいた。1952年に結婚した、ワレンティナ・ニコライバとの間に西あり。そのうち、1965年に生まれた娘マリア、ラブロバは BDT の女優。妻とは2000年に死別。ありがとうございます。